大正寺は東京都足立区関原にある新言集豊山派の寺院。当寺院は室町時代の1449年に創建されたと伝わる。解散、回帰についてはよくわかっていない。本尊は不動明王で両弁の作という。本堂は何度か火災にあって焼失し、現在のものは深川木場の工事が材木その他を寄進によって、 江戸時代の天保年間に再建されたもの。このことからも、不動信仰は、江戸の職方の間に根強く広まり、不動校や不動参りが、盛んに行われていたということがわかる。この本堂は8年の歳月をかけて再建されたもので、各所に彫刻が施され、足立区内でも最大の規模のものとも言われている。江戸時代には、江戸市中の住民からの寄進も多く、 現在でもそれを物語る資料もあり、広範な地域の人に信仰されていた。また、縁日は多くの人が参詣に訪れていたと言われている。また本堂裏には歴史を感じさせる百体の観音像があり、作者不詳であるが、主に女性からの寄進であったと伝わっている。1960年前後までは、全く黒ずんで古びたものであったが、補修の際緊迫が現れたという。 長年本堂にあって、ゴマを焚く煙に巻かれていたからだと思われ、秘仏である本尊不動の図紙の後ろにあって、真っ黒になっていたから今日まで百体そっくり、残っていたと推測される。当寺院は関原不動の名で知られており、当地の地名、関原の由来になっている。関原不動の由来伝説によると、小宮三森という関森が、経過老人から関の原といった土地にある、 両弁という聖者が作った不動明王を与えると告げられた。三森は老人の言葉に従って足立へ来訪し、八幡宮の傍らに草案を結び不動明王を祀った。これが関原の地名の由来とされている。足立区登録文化財。ありがとうございます。